皆さんこんにちは。よくそういう言葉、伝統文化の中に出てます。大きな知恵、大きな勇気、大智大勇、勇、あ、知は知恵だし、勇は勇気の勇。こういう言葉はよく伝統文化の中によく出てます。実際はこれを私たち日常生活、人生の中、いろいろ仕事の中にも実際よく関わってるの課題、あるいは問題です。ということは大きな知恵、大きな勇気、実際はこれは普段のある人は喧嘩が強い、ある人は性格は勝ち気は強い、何でも負けづらい、それは大きな勇気ではない。あるいはある人は何のなく多少普通の頭いい、あるいはある人はずるい、ずる賢い、そういうことも大事ではない。本当の大きな知恵は、一つは私たち修行中、人生の修行は自分はすぐ悟りの道は見つける。悟りはできるような実際人生の知恵。これも大きな小さい悟りは小さいの知恵。中の悟りは中の知恵。大きな悟りは大きな知恵。また、自分でやってるの仕事、あれは世の中のための何こと、非常の難しい。普通の人はなかなか解決できないの。ただ一般の専門知識は解決できないの。本当の知恵は必要の、そういうのところで、もし自分は解決できれば、これは大きな知恵。例えば世界的の問題、みんな科学者、専門家、なかなかいい方法思い出せない。でも本当あなたは、それはいい方法、知恵は出して、世の中に助けて問題解決した。これは大きな知恵。一般的に大きな知恵は、勉強中でなく、多分もらえない。修行中はもらえます。もちろん自分の人生、あるいは仕事で、いろいろ高いレベルの挑戦で、どん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 自分を乗り越えて、そこから大きな知恵ももらえます。次は勇気。世の中に私たちいろいろの困難、いろいろ大変なことに向いて、当然に勇気は必要。でも、例えば普段の、チンピラとか、タイテラは勇気も必要。格闘技、武道のやるときにも勇気必要。でも、この勇気は、あくまでも普通の私以上の勇気。大きな勇気じゃなくて、大きな勇気は、自分そういうの世の中、あるいは意味あるの事業、自分自身の命かけて、自分の利益、自分の名誉も捨てて、こういうために自分は実現する。それは本当大きな勇気です。でも、だから大きな事業をやる。大きな世の中にみんな関係のことをやると、当然に大きな知恵と大きな勇気は必要です。でも私たち、例えば本教会の少林寺機構、始めた時に自分健康の問題、心悩みの問題解決する。でもだん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 本当練習してもっと高いレベル、深いの状態入ると、どんどん人間は実際変わってます。この変わりながら中に大きな知恵、大きな勇気は実際出てます。ぜひ試してみてください。